ちらの方は全てコンピューターの方で合成している映像でございます。この表現について研究なさっている岩手大学工学部の千葉先生にちょっと簡単に紹介をしてもらって。あ、すみません、岩手大学の千葉でございます。本番前の前座でちょっと流させていただいてますけど、この番組で、映像を作っているということです。我々は技術開発ですので、自分たちで表現の方法を考えてそのプログラムで作っているという、それで映像を作るということでやっております。まあ、はい、改めまして皆さんこんばんは。はい、今日は盛岡市子ども科学館プラネタリウム VJ の方にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。
ね。